大王疑書に描かれたルキフゲロフォカレのしエルキフゲ、ロフォカレは、悪魔学における悪魔の一人。主として18世紀から19世紀のフランスでルフした、グリモワールである、大王疑書やその遺本、石流などに登場した悪魔である。ラテン語風に、ルキフグスロフォカルスを縮めて、ルキフグスと呼ばれることもある。大容疑書によれば、地獄の三人の支配者、ルシファー、 ベルゼビューとアスタロトに仕える六柱の上級精霊の一柱であり、首相、最小を務める。バール、アガレス、マルバスを配下に持つ。カバラにおけるクリフォットではビナーに対応するサタリエルの長としてルキフゲの名が挙げられている。ルシファーに命じられて世界中の富と宝物を管理しているという。大用義書にはルキフゲロフカレを召喚して、 富を得るる方法が記されているルキフゲロフォカレの名前の前半部分は、ラテン語の二つの単語、ルクスを呼び、不義をからなっており、光を避けるものを意味することから、光をもたらすものであるルシファーとの関連が示唆される。また、後半部分は、ゴエティアなどの他のグリモワールに登場する悪魔のフォカロルとアナグラムの関係になっていることが指摘されている。 イエズス会の神学者、マルティン・デルリオの著作、魔術の研究の中では、光を恐れて、昼に出現しない悪魔たちを指して、ルキフゲスという言葉が用いられている。この寄進論書は17世紀に好評を博し、何度も版を重ねていた。ザブック・オブ・セレモニアル・マジック、P187 ハット・ザブック・オブ・セレモニアル・マジック、P187 地獄の辞典講談社1990年、P120SL マクレガーマザーズ、ザキー・オブ、ソロモン・ザ・キング、P122、ザ・ブック・オブ・ザ・セークリッド・マジック・オブ・アブリメリン・ザ・メージ。ザ・インターネット・セークリッド・テキスト・アーカイブ内の文書、P110、ザ・ブック・オブ・セレモニアル・マジック、P101 ・キ中、天使辞典、P231、フォカロルの子・ノコジョルダー・ノ・ベルティ。 天国と地獄の百科、竹山博秀、柱本本彦明、原書房、2001年、田中正史、魔女の誕生と衰退参考者、2008年。ありがとうございます。